バート・オルプは、ドイツ連邦共和国ヘッセンシューマインキンチ域軍に属す市である。この保養都市は、ドイツ最大の森林地域の一つである、シュペッサルト自然公園の森に覆われた山間に、位置する。シュリュヒテルーンから、シュペッサルト山地を通って、ミルテンベルク近郊のグロースホイバッハに至る街道、エーゼルベクが、バート・オルプを通っていた。かつては、 オルプの塩がこの街道を通ってマイン川の水運へ供されていた。バート・オルプ近郊にはフランクフルトのシュールラントハイム・ベクシャイデがある。この施設は1920年に旧オルプ軍事演習場後に子供の体験型学習施設として設立されたもので、フランクフルトの基礎家庭学校のほぼ全生徒がこれを利用している。バート・オルプは 北はベヒタースバッハお及びバーとゾーデンザルミュンスター。東は市町村に属さない地域であるグーツ別陸出兵サルと、南はヨスグルント。西はビーバーゲミュントと境を接している。この地域には、紀元前650年頃にはすでにケルト人が定住していた。ケルト人が塩分を含んだ光線を知っていたかどうかは明らかではない。 最初の文献上の記録は1050年になされた。この村はライネック北が大官として統治していた皇帝領クローンギューテルンに属していた。1059年の土地大帳にはオーバホ及びオーブバックと表記されている。バート・オルプは1244年頃に都市圏を得、この頃から私壁や指門といった防衛施設が建造された。中世から 近世の19世紀まで多くの塩水線から塩を生成する産業が町の景観を作り出していった。領土に関しては、はじめマインツ船定供領に属し、世俗化後の1814年にバイエルン王国領、広島戦争後の1866年にプロイセン王国領となった。ゾルプラッツのグラディアシュタインの生成ははじめ、私壁内の 現在のゾルプラッツで、塩水を煮沸釜で蒸発させ濃縮させることにより、行われた。塩水の煮沸濃縮と生成には、はじめは、カステングラディールングポーが用いられた。大きな蒸発箱の中に、木製の板や角材を貼り付けた、粘土、石灰、石膏が、層になったものが沈められ、いわゆるグラディーアシュタインとなった。これらは、後に、家の基礎に利用された。 その一つが2002年に、バート・オルプのユダヤ人記念碑に転用された石である。1938年まで、ゾルプラッツにはシナゴーグが存在していた。クアパークの市場化装置18世紀以降、カステングラディールングポーは、廃れていった。市壁の外、現在クアパークの敷地になっている場所に、濃縮所、使用倉庫、作業所、市場化装置を備えた。 新しい製塩所が設けられた。市場化装置は、射仏の前に塩水を含んだ水を縛るツドルイの小枝で作った流路に繰り返し流して濃縮、潤化する全長2050メートルに及ぶ装置である。この白い黄金の生成は、17世紀から18世紀に最盛期を迎え、年間2000トンの塩を生産するまでになった。こうした、 小規模な源泉からの製塩量は19世紀の初めにはすでに工業生産品との競合にさらされ採算が取れなくなっていった。そこで天然の塩水をこれとは別の用途である医療目的に利用するという発想がなされた。エアフルト出身で1807年にバート・オルプにやってきた薬剤師のフランツレオポルト・コッフォは1837年に8つの 浴室を有する温水療養施設を設けた。この施設は現存していない。1900年頃から専門の療養業者が創設された。1912年にカイザンフリードリヒ浴場が建設されたが、この建物もやはり現存しない。1909年からバート・オルプは国公認の当事場となった。衛生顧問官、フランツ・ヨーゼフ・シェルフは バイマル共和国における心臓病の当事場としてのこの町の評判を確かなもとした。クワパークの入り口に彼の記念碑が混流されている。フリードリヒ夫婦ナーゲル牧師とビルヘルム夫婦ナーゲル医師の兄弟は1884年に小児科の病院を設立した。この施設は1999年まで社会奉仕団体として運営されていた。 この団体が解消された後、この病院は2度転売された。現在のシュペッサルトクリニックは、子供と成人のクリニックである。バーとオルプの銀行前に立つ強盗ペーター・フォン・オルプの銅像、アーダルベルト・フォン・ヘルラインのシュペッサルト民話州から、30年戦争の時代にオルプ周辺で悪事を働き、貧民たちから地元のロビンフットのように人気を集めた盗賊。 ベーターフォン・オルプーの物語が作られた。彼は役所に捕らえられ、モルケン・ウェルクの監視等に監禁され、公式刑を宣告された。彼に飼いならされていた狐が、主人の匂いを嗅ぎつけ、彼のために塔の下を掘り抜いた。ベーターフォン・オルプーは一味を拡大し、逃走した。その後、彼は見つからなかった。だが、彼を救った狐は見つかった。は殺され、 主人を救うために掘った穴に埋められた。その穴の出口だった場所に、フックスシュタインと呼ばれる重い石が置かれた。この石は、見張り塔の下に見ることができる。町の中心の銀行前に、ハンスプラッシュ作のペーターホン・オルプと、キツネの銅像がある。バート・オルプ氏の申し立てによれば、銀行を見守る盗賊の像は、これが唯一かもしれない、とのことである。バート・オルプ市長者、 バーとオルプ氏の市議会は31議席からなる。文章には聖マルティンが描かれている。この聖人はこの町の守護聖人であり、カトリック教会、学校、幼稚園、事前養老院、カトリックの教区名にその名が冠されている。町の色は白と青である。バーとオルプにはこの地方では有名なクアテアターがある。ここでは定期的にコンサート、演劇、 文化イベントが開催されている。また、毎年、演劇舞台グループ、ベータ・フォン・オルプの、ホルツホーフ演劇祭が開催される。バート・オルプ城の主館には、郷土博物館がある。この博物館は、歴史協会によって運営されており、市の歴史について展示している。バート・オルプには、カルロス・クラウゼが運営する、オペラ・アカデミー・バート・オルプと、ヤロスラフ・ビリクが指揮する、 南ヘッセン室内還元楽団がある。バート・オルプは、ゲオルク・ヘンケルによって作曲された、リュフェイル・バット・オブ・イム・スペサート・オールドというタイトルの、オルプの歌で称えられている。ドイツのロックバンドロートング・オ・モノトーンズは、1995年に、フランク・シナトラのヒット曲、ニューヨーク・ニューヨークのメロディーに、様々な疾患に苦しむ療養客の第二の故郷だと、この街の療養施設を皮肉った詩をつけた。 バートオルプ、バートオルプというタイトルのシングルを発売した。最大のクラブは2000人以上の会員を要する体操クラブ1868である。この他にも80以上のサークルが活動している。市場化装置内のホロー製塩所、療養施設製塩業の最盛期には10機あった。市場化装置の一つがクアパークに機能を保ち、中に人が入れる状態で保存されている。 この市場化装置は2世紀以上前のものである。長さ158メートル、高さ18メートルで、この街を訪れるゲストの外気吸入室として利用されている。この市場化装置の周辺は海洋性気候に似た塩分と湿度に保たれている。ヘッセン放送の番組、ヘッセンで最も愛されている観光地で、この市場化装置は2位に選ばれた。補修や保護は、 市場化装置ともの会 EV が行っている。その会員たちは、この文化財を保全するための費用として1997年以降75万ユーロを集めた。総額の1、3は、どうしても必要だった2001年から2010年までの4カ所の技術上の補修に費やされた。この装置は夏に稼働し、冬には休業している。療養目的で使用されるようになってから、 市場仮装置には小さな石造りの小屋が付け属している。1900年頃にはこの中に吸入室があった。市場仮装置の他に、旧、バーとオルプ製塩所に関連した歴史的建造物が2棟残されている。一つは、クアパークの端にある、砂岩造りの旧税館。もう一つは、旧市庁舎で、オルプ製塩所の管理棟として用いられていた。時計塔のある建物は、 バイエルン時代には、ハウプトザルツアムトと呼ばれ、隣接する建物は、生園に関わる役人の感謝を兼ねた、監査官役場として用いられた。旧生園校の居住区の南にあたる100年以上の歴史を持つ旧クアパークには、数多くの木組の家が立ち並ぶ、歴史的旧市街の東に位置している。音楽堂。 図書館、温泉ホテルに隣接して2010年にオープンしたトスカーナテルメは現代的な建築で伝統的な療養業からウェルネスツーリズムへの新しい指向性を示すしと業者の計画に基づいている。トスカーナテルメトスカーナテルメ2008年から2010年に建築家アンドレアス・オレルツンの設計に基づいて建設された支柱のない木造建築の浴場、サウナ施設で その水面面積は800平方メートルに及ぶ。2010年5月2日にオープンした、この温泉施設は約2300万ユーロを費やし、バート・オルプの歴史上最大の投資であった。6つの浴場のうち5つには、摂氏32度の温塩水が供給されている。リッキッドサウンドテンペルでは、水中音楽を聴くことができる。ドーム内の水中照明、室内照明、 光のマンダラは様々な色の光の効果を発揮し夜のバーとオルプの暗さを平芸している。イタリアンレストランを有するこのテルメは2006年秋に取り壊されたレオポルト・コフホバートに代わるものである。これはバーとオルプ氏の所有である。これを借りて運用しているのは2005年に設立されたトスカーナワールド GMBH で東のトスカーナというスローガンの下。 旧東ドイツに2つの新しいテルメをオープンさせた。この業者は、クアハウスホテルバーとオルプも経営している。教会この町には2つのカトリック教会、聖マルティン教会と聖ミヒャエル教会、及び1つのプロテスタント教会、マルティンルター教会がある。聖マルティン教会は、ロマネスク様式の塔とゴシック様式の内陣を、有する14世紀のホール式教会である。 この教会は1983年のクリスマス休暇に完全に消失した。1985年に復元再建された。プロテスタント教会は簡素なネオゴシック建築で、シュレージエン地方と東プロイセン地方に由来する二つの金を有している。これらは、いわゆるハンブルクの金墓場でいつぶされるのを免れた金である。プロテスタントの小さな教会組織は、 ルターの時代からバーとオルプに存在したが20世紀に入る頃にやっと教会道を建設するための権利上及び経済上の前提条件を得ることができた。セーミヒアイル協会はカッセルビルヘルムス平営の建築家ヨハネスロイターによる新しい建築である。大天使を描いた大きなレリーフを持つ六角形のホールで光に満ちたコンクリート建築である。 同じ建築様式の、ほっそりとした塔が付属している。バート・オルプ旧市街木組の家バート・オルプの旧市街には、典型的なフランケン様式の木組建築が立ち並んでいる。一番古いタイプの木組建築は、仮想部が石造りのものである。大抵はより新しい建築部分と混じり合っている。主に、キる日がせに木組建築が集中している。 死壁内で特筆すべき建物に以下のものがある。死壁の外ではガール。死壁の外ではベンデリヌス合戦のベンデリヌスの泉脇に旧宿屋のロールデネスラートもある。その外部装飾は古いものではなく、現在ここに住む古美術商によって制作されたものである。バート・オルプの死壁場と都市防衛施設ミルヒリング家の古いバート・オルプ城から、 1986年から1988年に宮殿が復元され、1981年から1982年には90分の1税倉庫がハウスデスガストとして改築された。13世紀後期の方形の見張り塔と市紋のアーチを含む支壁の一部はフィリップ原泉及びルートビヒ原泉の近くが保存されている。支壁にはクスが有した塩化ナトリウム、 炭酸線の供給口があり、市の北にはもう一つの源泉がある。市壁に面した二つの源泉の祠には、泉が湧き出ているが、これは本物の光線ではなく、真水である。源泉は70メートル以上の深さから組み上げられる。1838年の火災以降、防衛施設の内城壁内側の通路、橋壁、11基の半円形の塔が取り壊された。 火災後の家屋の再建の際、残存していた壁の遺構は、納屋の建設資材となった。現在、こうした納屋の中には、芸術家のアトリエになったり、食堂になっているものもある。かつて史壁を囲んでいた水堀は、その痕跡を見ることができるだけである。バーとオルプのオーバートーアかつての三つの指紋のうち、オーバートーアだけが現存している。ウンタートーアとヨストアは取り壊された。 ウンター島アの代わりに、現在特殊校で作られたアーチと1988年に制作されたシュバルバッハの泉がある。その他の建築クアパーク旧制園所の市場化装置の近くに、クナイプ式水浴場を有するクアパークがある。この公園は1900年にイギリス式風景庭園の様式で作られ、フランクフルトのパルメンガルテンの造園家であるハインリヒ。 ジースマイヤーが最後に構想した庭園である。市の南東 3.5km の地点で湧き出したオルプ、川が公園内を流れている。このクアパークの東端には、テニスコート、ミニゴルフ場、屋外プール、遊戯広場がある。さらにクアパークの南から東端には、ベジンルインクスベク及び神経、整形学リハビリセンター横のスクルプトゥーレンベク、 キュッペルスミューレの象形といった遊歩道がある。キュッペルスミューレは17世紀に建造された水車小屋でリハビリクリニックに改築、転用されている。オルプ川上流の谷を通って自然学習路のクアプロメナーデが通っており、約2キロメートルで動物が放し飼いにされているシュペッサルト領従園に至る。この道は全長7キロメートルのヨーロッパ文化遊歩道。 オルバードームシュタインの一部でもある。この遊歩道は、聖縁業に関する6つのポイントを回る。シュペッサルト領従園歴史的な邦画は19世紀に、バイエルン政府によって植林されたオルプノ市の森である。この森はすぐに、豊かな森に成長した。1861年に、裕福なフランクフルト市民が、オルバー狩猟会を結成した。第一次世界大戦がこうした伝統を断ち切り、 森は軍事演習施設のために伐採された。1934年に初めて領収園が設けられた。1937年に移設され、2002年にアカシカ、ダマジカ、ヨーロッパムフロンが放牧されて、現在の形に近代化された。シュペッサルトに元から住むアカシカの他にも、園内にはアジア由来の日本ジカ、ムフロン、ヨーロッパバイソンや、 かつてのエーゼルベクを思い起こさせるロバが飼育されている。さらにヤギやウサギがいるシュトリヒエル像もある。園内には多くの散歩道や一軒のカフェもある。マットシュタイン・マットシュタインバート・オルプの南東にあたる、オルプ側の水源とゴルフ場、バイルシュタイン山の間にある森、いわゆるオルバーライジヒ内に、マットシュタインと呼ばれる、コケムシカ、玄武岩のブロックがある。これは、地質学的には、 バイルシュタインさんの地層が曲がったものである。この岩をめぐっては、中世の幕とフローニにまつわる伝説が残されている。彼女は、地主である、教会管理人、ハンスリーマーの性的な干渉から身を守らなければ、ならなかった。ある日、教会の財宝が盗まれ、フローニが捕らえられた。ハンスリーマーは、教会泥棒として、彼女を法廷に引き出し、死刑を求刑した。 フローニは無罪であると訴えた。するとハンジは次のように言った。お前があの岩を動かすことができたら判決を変えてやってもよい。フローニは聖母マリアに祈った。すると彼女が力を入れるまでもなく不思議な力で岩が動いた。これによってハンジは神の判決を知り彼女を放免した。一方、教会管理人は破門され倒れ込んだ。 彼はプロポーズを拒絶された払いせに、自分で教会の財宝を盗み、フローに憎みを着せようとしたのだった。ハンスリーマーは死刑を宣告された。バート・オルプには、体操クラブと、社交クラブ、釣りクラブ、射撃クラブ、サッカークラブ、ケーゲルクラブ、チェスクラブ、自転車クラブ、ドイツ人命救助協会、テコンドークラブ、ドッグスポーツクラブ、テニスクラブがある。 バート・オルプ周辺にはサイクリング愛好家のための標識を備えたマウンテンバイクコースが整備されている。メインイベントは9月に開催されるシュペッサルトチャレンジである。これは市内ラン、マウンテンバイク、山中ランで構成されるデュアスロン大会である。ドイツのエリートアスリートがこの大会に参加する。バート・オルプの約5から7キロメートル南にゴルフクラブバート・オルプ。 ヨスグルンとイブイの18ホールのゴルフ場がある。ここは、かつてのレトゲンブルンフィルバック劇演習場であった。クワパークのリヒターメーレ、裸足の象形のハイキング、芸術イベント、ディアローグでアイルメンテ、舎肉祭のパレード、セイマルティンのパレード、クリスマスマーケット、シュペッサルトチャレンジ、復活祭のマーケット、教会会期祭、見張り等でのヨハネスの日、といった年中行事が行われている。 重要な祭りとしては、声援所の移行周辺で行われる10月3日の市場火災がある。市場火災と教会会期祭の日曜日には、オートバイや自動車の100年間のクラシックカーによる走行が行われる。2011年5月には、第1回の演芸、食通の日、ラビラコッタが開催された。このイベントでは、 クアパークで約100人の出品者による演芸と美食の紹介がなされた。この他に数十年前から大規模で全国的な医学会が開催される。例えば、小児科学会大会、ホームドクター、プラクティカの年次集会や、シュペッサルト医師会エッグが組織するシュペッサルト及びキンツヒタールの健康会議などである。音楽のメインイベントは2年ごとに開催される。 有限とヨーロッパの国際水槽落祭である。この音楽祭は、たま数年の9月の第2週末に開催される。2006年には6カ国から20団体で約1000人の演奏者が、2012年には37、団体で1300人以上の演奏者が参加した。歴史上重要な経済ファクターである、声援業は、1899年に完全に廃止され、 療養産業に置き換えられた。クワパークの施設を建設するために、救世園所の敷地にあった市場仮装置は一部を除いて取り壊された。現在では、健康産業や療養産業のほか、観光業が主要な産業となっている。療養産業の運営部門によれば、職場の70%がこの分野に関係している。 戦都市のり前後の特に最新の温泉施設の不足による危機の後、市は2010年にトスカーナイコールテルメをオープンし、経済的な上昇を果たしつつある。さらに、一連の文化的活動や行事が開催されている。こうした動きと並行して、伝統産業も保存されている。ローカルな産品の一つが、バート・オルバー・ゾル神剣である。これは、桃肉を、 特許の製法によって、ブナ材で燻製にした後、名産の塩で塩漬けにしたものである。旧、バートオルプ駅標準機の鉄道路線であったバートオルバー・クラインバーンは、1955年の事故の後、廃止された。2001年以降、夏季の日曜日と祝日に、蒸気機関車、エマ号が運行されている。バス路線81系統と84系統が、 通年運行されており、バートゾーデンザルミュンスター、フレールスバッハタール、ヨスグルンとベヒタースバッハとを結んでいる。これらの路線は、ラインマイン交通連盟に加盟している。道路交通は、連邦道 B276 号線から分岐する修道 L3199 号線によっている。バートゾーデンへの遊歩道が、わずか数キロメートルしか離れていない。 やはり潮泉を利用した二つの町のクアパーク同士を結んでいる。この二つの町は歴史的には別の領土に属し、それぞれに歴史的発展を見た町である。現在、二つの療養地はそれぞれのキャラクターを呈している。バーとオルプとザルミュンスターとの間の大山の上に、 18世紀のマインズ選定工領と古田修道院領との境界を示す数多くの境界石が点在するグレンツシュタイン・バンダーベクがある。この境界は19世紀にはバイエルン王国とヘッセン選定工領との境界に引き継がれた。さらに1787年までは第三の勢力としてアウフェナウ、ノイドルフ、キンツヒハウゼンを含むフォルストマイスター・フォン、ゲルンハウゼン家の 小さな領域があった。遊歩道の出発点にある駐車場は、このため、ドライレンダーエッグと呼ばれる。メディアバート・オルプでは、公共のお知らせやしに関する報告が掲載された、司法、バート・オルプ・ブレトヒエが出版されている。ありがとうございます。